げえな。何をしたか知らねえが、ベガスは新車みてえにうまく回り出したぜ。お前はたった今から V6 だ。嬉しいね。ベガスといえばちょっとトラブルがあってな。お前の耳にも入ってねえか。俺の仕事仲間が少々厄介なことに巻き込まれた。510ががっぽり稼いでることしか把握してない。そりゃ何よりだぜ。フェイスオフを開催するからウエストコーストに来い。お前にも走ってもらうぜ。フェイスオフ？510のお祭りだよ。楽しいぜ。トップの連中を全員集めてレースの直接対決で決着をつけさせる。来るだろ。ああ。
車両が目撃された。警戒せよ。
え。管内で危険運転車両が目撃された。警戒せよ。了解。
片付いた。いよいよ支部だな。ああ、よし、ウエストコーストに俺の知り合いがいるから、まずはそいつを訪ねろ。名前はヴィンセント。いいやつなのか。いや、ろくでもねえやつだ。さぞ気が合うだろうよ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ウィンターズ捜査官、あと1分で目的地に着きます。上出来よ。おそらく組織のナンバー2はまだホテルのベッドの中よ。あなたの任務は増援が到着するまで車を監視し続けること、ただそれだけよ。ウィンターズ捜査官、標的がベッドから出てホテルから車を急発進させました。監視を終え追跡に移行します。よろしいですか？了解捜査官。届かない、もっと近づかないと。忘れないでクララ、ナンバー2を無力化すればヤングの拡大も阻止できるのよ。絶対に勝たないと。そんな、車が反応しない。走り屋としてそれなりの腕はあるつもりでしたが、悪人もなかなかやりますね。やったわ。留置所にぶち込んですぐに尋問に向かうわ。こちらワシントン捜査官、ミーティングポイントに到着しました。行動の指示を願います。こちらはギャレット巡査部長だ。ここでは毎月捜査官対抗レースが開かれている。走り屋やギャングは逃げ足が速く組織力も侮れん。こういう訓練で奴らと渡り合えるようになるんだ。参加していくか？せっかくなので平均タイム向上に貢献いたしましょう。言うじゃないか、期待しとこう。青いラインにつけ。レディース&ジェントルメン、オンヨーマーク。